しよし、来た来た来た、引っ張ってきたよ、50は超えよ、よしよしよし、あー消えない、あー来た、覆面武器、もう決まってるんですけどね、中で真ん中2台は結構動いてるんで、角の2台に比べて、もしかしたらなんか出たのかもしれない。はい、皆様おはようございます、ワルペコです。はい、ということで今回ですね、マドンナ降臨ザムービーを撮影しております。で、このマドンナ降臨なんですけども、私が主にね担当するのがマドンナ降臨となっております。で、このマドンナ降臨とは何ぞやということなんですけども、パチマガスの漫画のね、ライターの方々が全国のホールをね、巡りまして、それの実践模様を動画にしてお届けということになっております。で、まあね、実践して、店内状況だったり、あと自分の台の状況だったりをですね、皆様に知ってもらおうという企画となっております。で、今回、お邪魔しておるのがですね、デルグランド神横田店さんとなっております。で、ですね、昨日ですね、下見をしておりましてですね、その模様がね、ちょ噛んだけど、模様がね、動画撮っておりますので、そちらをまずはご覧ください。このパネブレイブ良さそうですね。これ一応今遊戯中、あと寝台ネバーも回ってプラスではある。あ、音でもだいぶ6000回、約7000回回ってる。このコントも回ってるね。こう粘られてる感じする。あ、右肩上がりに上がってるやつもある。で、転生したらスライムだった件は満席と。で、いつもこっち側にも良さそうなね台があったりするので、玉ねぎも4000回弱ぐらい回ってて、ちょっとこの大きいデータの方で見てみたいと思います。あ、これ結構出てる。今日が多分満枚、一番下のとこから満枚出てて、その後も戦えてるんで、まあこのねゲーム数はね結構ハマっちゃうんで、これ悪くなさそう。あ、でも600は1回も600 の, あのゾーンとか超えてなそうですね。転生は2台あるんですけど、この片方のこっち側が、まあ、多分この辺転生ループしてるんだと思うんですけど、その後も伸びてるんで悪くはなさそうな感じはする。ということでね、で今10時ぐらいになったんですけど、ちょっとね、データをね、お店さんのデータサイトからまとめてみたんですけど、まとめたというか、まあ、見てみて、で行った時にちょっと気になった北斗も、過去ちょっと行った時に、私自身も筋トレとか出してたこともあるんで、ちょっと見てみたいな、まあ、3台気になった台があって、それがですね、まあ、大体、まあ、4以上の数値、合成は超えないんですけど、まあ、4に近い数値の台が何個かあって、しかもね、まあ、偶然なんでしょうけど、今日奇数番台が出てたんですよね。311313315、あとはまあテンスラ、こちらもちょっと気になって、今日ね、だいたい6000枚弱ぐらい出てるんですけど、まあ、出てるところが、まあ、最高ハマりが600ちょいだったんで、もしかしたらそのいいモード選んでたのかなっていう。で、あと私のね、好きなバルブレイブですね。バルブレイブが今日満枚出てまして、まあ、どう見ても腹筋ドライブしてるだろうっていう履歴だったので、これも気になる。ただまあグラフとか履歴からじゃ結構スマスロって難しいんで、スロットランキングっていうのがデータサイトから見れるんですけど、1、2、3位、あと4位飛んで5位ですね、が全部スマスロだったんで、やっぱスマスロ熱いんじゃないかなって、まあ、まとめますと、私も過去 の, 遊びに行かせてもらって、まあ、他の、ね、先輩方とかも行ってての時に、やっぱりね、スマスロから確定が出ることが多かったんですよ。で、私自身も出したりしてるんで、やっぱスマスロ強いのかなっていう印象のお店さんなんで、まあ、明日は抽選次第だと思うんですけども、まあ、スマスロ狙いからスタートしていきたいと思っております。はい、皆様お帰りなさいませ。で、こんな感じでね、下見をしてきまして、まあ、やっぱり、まあね、何回か遊びに来させていただいてるんですけども、その時もやっぱスマスロシリーズがね結構強い傾向にありますので、まあ、今回まだちょっと仮なんですけども、今35番なんですよ、整理券がね、整理券というか抽選番号かなので、まあ、正直何が取れるかって言われるとまだわからないので、まあ、スマスロシリーズの何かしらを実践できればいいなと思っておりますので、そちらを抑えて本日は頑張りたいと思います。行ってきます。
します。よろしくお願いします。さあ、昨日もちょっと下見で言ったんですけど、まあ今日はスマスロ狙いから行こうかなと。で、まあ、ワルブレイブ打ちたいな。おはようございます。よろしくお願いします。ああ、なるほどね。はあはあ、北斗は全部埋まってると。スマスロ北斗は全部埋まってる。あ、じゃあバルブレイブの真ん中行きたいなと思ってたんで、ここにしようかな。バルブレイブ行きます。本日はまず朝一はバルブレイブから実践スタートしていきたいと思います。はい、ではですね、朝一の入場がね、だいぶ落ち着きましたので、ちょっと店内前でしていきたいと思います。レッツゴー。私のいるバルブレイブ、まずファスマロのシャンですね、まずね。で、バルブレイブは満席と。で、まあ、からくり乙女と、バキと埋まってまして、北斗も朝もう入った時には全部ね、満席でした。あとは全新潟、ベンデッタ、そして、寝台のね、テンスラも全部満席ですね。結構スマスロはね、高稼働。やっぱりいつも、まあ、寝台はもちろんなんですけど、いつもやっぱその前に遊びに来てた時に構成で確定とかが出てたね、北斗とかもやっぱり大人気ですね。バルブレイブもね、両ドア埋まってくれたんで、挙動をちょっと見ながらやっていきたいと思います。あ、でも永遠の消防隊とカマネリは人気です。永遠はもう満席か。でカマネリが半分ぐらいと、やっぱ人気ですからね。人気人もノーマルもね、いつも遊びに来るとね、いい台結構あるんですよ。やっぱり朝一からね、狙ってる方もいらっしゃいますね。まあ、この辺とかも基本やっぱりお昼ぐらいから、まあ、あと今日やっぱ雨が降ってるっていうのもあるんで、後々上がるんだと思うんですけどね。はい、ということで店内一周し終えたんですけども、まあ、いろんなところにお客様いるんですけど、やっぱりですね、私もいるスマスロコーナーが今日も大人気と。でまだまだこれから稼働上がると思いますので、しっかり周りの状況も見つつ、自分の台の状況も見つつやっていきたいと思います。はい、それではね、早速実践スタートしていきたいと思います。ね、バルブレイブ、私まだ1ゲーム目にレア声聞いたことないんですよ。ここ大事だから。ああ、ダメだ、今日も弾けなかったということで、バルブレイブで実践スタートですね。なんかあれですね、普段バルブレイブ結構打つんですけど、動画で打つとなると急に緊張する。もう急によ、怖いわ。バルブレイブはね、やっぱりね、乗り越えるべき壁がたくさんあるんで、 CZ で革命、そうして革命ラッシュ、超革命に入れるまでの道のり結構長い台なんで、ただ実戦時間も決まっちゃってるんで、今日はね、しっかりと超革命にね、早い段階で入れて、できればドライブしたい。で、まあ、この台をね、選んだ理由なんですけども、昨日この台ちょっと下見来てた時に結構出てまして、満枚出てんのかな、まあ、一番最低地点から見ると満枚出てまして、で今までちょっと遊びに来させていただいた時に、まあ、なんかそのいい台が次の日もいいみたいな履歴を見たことがあって、なのでちょっと迷ったんですけど、上げ狙いと、まあ、末狙いで迷ったんですけど、今日末狙いで行ってみようかなと思って、この台に座ってみました。あと、まあまあまあ、両隣がですね、埋まってますので、まあ、両隣のね、挙動も見れますので、ちなみにこうカメラをセッティングしてる間に、私の右隣の台からこう設定したが出てましたね。で私普段打ってる時に、まあ、バルベルって結局超革命に入れてどうにかしないと、まあ、6とか分かんない、まあ、確定が出ない限りね、分かんないんですけど、やっぱその CZ 失敗した時とか、ボーナス後にデフォルト画面ばっかりが出るようだと嫌なんですよね、打ってて。別に確定は出なくてもいいんですよ、キスしさ、グースしさ、あとまあその紫背景とかがやっぱり1回とかは出てくれないとちょっと追いたくない。例えば天井まで行って全部デフォで、まあ決戦ボーナスみたいなのとちょっとやめたくなっちゃう。このブーストチャンスも超大事だから、今4倍だから30120と。そう、ちょっとしたね、まあ、豆知識ってことじゃないんですけど、今日10月15日なんですけど、
このね、あの筐体にハルト君ですね、まあまあ主人公のハルト君の今日は誕生日でございます。お祝いという気持ちも込めてやっぱりバルブレブ打たなきゃね。あのプライベートでさっきの誕生日とかはお祝いしたんですけど、まあお祝いって言っても打ちに行くだけなんだけどね。私多分今年バルブレイブで4回かな、まんまい出してるのかな。今回ね、ただコンプリートには至ってなくて1万4000枚が最高なんですよ。その辺のやっぱね壁がちょっと超えられなくて、今日はその壁を超えたい。で自分があのバルブレイブを打つ上で、まあ、もちろんその何設定し先終了画面とかも大事なんですけど、あの革命ボーナスと決戦ボーナスの比率にも一応注目してて、やっぱ上を打ってる時の方が革命ボーナスによりやすい。まあまあ引きにもよるんですけどね。一回私も6打って朝一決戦ボーナス4連かなぐらいしちゃった時あるから、決戦決戦決戦みたいな。ただその時はあのこの下のマップのモードが異常に良くて、そのまでねハマらずにだったから良かったんですけど、ただまあ終日通して決戦がめちゃめちゃ走ってる台は危険信号だと私は思ってます。あーいいね、もう1回来たら CZ 濃厚です。1回だと外れる、結構何回も外してる、強めではあるけど。いやーこれは先ですね、17とかでハッとした気がするんだよなゲームする。だからやだ、フラグ回収みたいになってる、先苦手って言ったじゃん。はい、ということで200ゲーム数は217で初めての CZ ですね。頑張る、こっからか、219か、成功させます。 V 揃える、挟む。もうさ CZ が楽しいもんね。あまだ分かんない、ここで引けるかもしれない。ダメ、苦手なんだよさっき。そしてあビーチだ、ビーチは高設定スターの中でも強めです。ビーチ、いやこれはもうタコ粘りならなおさら当てたい、早くとりあえずもう超革命に入れたい。いやもうちょっと楽しくなってきた、どうしよう、高設定かもと思ったら楽しくなってきた。で、まあ、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、まあ今判明してる設定推測要素なんですけども、まあ、CZ なりボーナスの終了画面、あとはあれですね、あの獲得枚数、まあ、4、5枚オーバーとか、まあ、666枚オーバーとか、あとは革命超革命の継続した時のラウンドの画面、ビーストハイが出てきたりとかすると、まあ、設定4以上確定だよとか、あとは、まあ、判明まではいかないんですけど、あちょっと待って、その前に、ボーナス と、CZ 確率に若干設定差があって、これはちょっとまあ噂程度なのかな。超革命のゲーム数のが、まあ20じゃなくて20以上が選ばれやすいと。まあ、確かに6だと腹切りドライブしやすいので、あとあれか、ボーナス中のマリエ学生の選択率に一応設定差があります。 5% から 10%、13% ぐらいだっけ、確かマリエ学生は。そのあたりですかね。だからまあその辺も今日は見逃さないようにいきたいと思います。長かったね、600のところでおそらく使ってますね。よし、追加投資と決める。下段ならチャンス、いやー下段じゃない、あっやばい、何、あーチェリー、ダメだ、今日チェリーが良かった、あーオッケー、ダメなの、チャンスないでダメなのか、頼む、もうや、9番はダメなのか。ここでリプレイ引いてボタンを出す、あ引けない、
デフォルト。いや使い切ったら3万なくなりましたね。今10時半です。見せ場ほぼゼロ、ほぼてかゼロ。どうすんのこれ。4枚寝るとっか。ここで京都引いたんだけど、いやーボーナス、よーし革命ボーナスです。いいとこで引いた。こういうサプライズがあるから好き。いきます。絶対に入れる。あーダメだ、終わった。奇数しさ。さあここでレアコイクを引く。引けません、残念。374枚。まあまだ引き戻すかもしれないから、一応その ATA5 とかも私は高設定の方が引き戻しやすいと思ってて、まあそれ噂でもあるんですけど、あとやっぱこの革命ラッシュに入れられなかったボーナス、決戦なり革命ボーナスの後の引き戻しにも設定差あると思ってるんで、ふーんって消えてくれたら嬉しい、ね、ちなみに、まあ、今見える段階のドバルブレイブの島の状況ですね。私の台は豪設定のビーチと、あとはキスシサが出てると。結構ハマっちゃったけどね。でもまあまあ感触的には まだ分かんない。右が、決戦引いてなくて、革命ボーナスで、かつ構成テスト2回出てるんですよ。部屋とビーチと出てるんで悪くなさそうで、私の左は多分終了画面的なのは出てないんですけど、それこそ決戦ボーナスも通せず、さっきあのラッシュでラッシュ引き戻しでラッシュに入ってたんで、まあ、その私が設定あるんじゃないかなと思ってるところをやってると。今のところ島自体悪くなさそうな感じですね。ああ行った、よかった。ダメかと思ったけど、うわーす、これは大丈夫。よし間に合った、持ち込みで208ゲーム。よかった。いや音は普通テンパイオン。よし、特殊のテンパイオンの時は革命なんですけど、今普通でした。429枚。今回も通せず、これできたか。あーダメだー、せっかく200。わーマジか、ここで。あー決戦か。さあ来ましたね決戦。4回通すか、4回通すか、今日詰めるいけばいい。てててて、よし、そう、オッケーよ。あと2回、ナイス、あと1回。もう最高潮で心臓バクバクしてるわ。オッケー、左ね、大丈夫、引ける、やれる。よし入った、ラッシュ、よーし行くぞー。さあ本日初の革命ラッシュでございます。まだでも第一関門を通り過ぎたに過ぎないから、腸に入れてこそだから。よし、こっからもう、こっから勝負始まってるから。頼む、聞かせてくれ。あー、オッケー、音なかった。あー、楽しい。
しい。たまんないですよね、あの音がないとかさ、音ちょっと変わるとかさ、一呼吸置いてからプーンみたいな、何度やっても楽しいもんね。よし2回目、342枚。どうかな、ダメ、逃げ戻しなし。よし、 OK、 OK、 あ、もう大丈夫でしょ、さすがに。だってあと1回行けばいいんだもん。よし、2回目の駆け目らし突入。あー、よかった、行きます。よし、あー、いいね、安心の1ゲーム目。さあ、さっきの壁を越えていく。チャンス見たのね。あと1回、ここ越えれば超、ここ越えれば超。マジ頼む、あー、お願い。よーよし、入りました、よかった。超学名待ってたよ。もちろん目標はコンプリートなんですけど、まあ、とりあえずもうあの投資をまずまくりたい、まずはね。ここでもうドライブが出てくると嬉しいんだけど、まあ、そう簡単にはいかないよね。うわー、3本じゃない、共闘でしょ。よーし、あ、熱い、いっぱい乗せますか、出ませんね、だからストックしました。いっぱい乗せますか、引きたかった。ふーんって消えるかな。よしよしよし、1個でもストックしていくことが大事だから。ムムちゃんが通るイメージだね。注目ない、
られた。あー終わった。とりあえず15連1852枚。へえ。あーダメだった。引き戻しはなし。はい、ということでね、お昼になりましたので、またね店内の状況見ていきたいと思います。でもね、まずね、私のいるバルビレブの島なんですけど、なんかね悪くなそうなんですよ。ね、そのここも2回引き戻し2回やってて2以上も出てるんで、もう悪くなさそう。で、これ私の代で、で、これ3代目もこれも高設定したらもう2回出てるんで悪くはなさそうな感じだから、これこんな感じでいつもホワイトボードも書かせていただいてるので、よかったら、あ、すごい飾ってくれてる、シールとかも飾ってくれてる、よかったらもらってください。で、まあ、ちょっとお客様とお話ししてて、あの昨日下見に来てたじゃないですか。で、昨日もそのお客様がちょっと遊びに来てたみたいで、北斗からすみません、北斗あら、やっぱキリントロフィー出たっていう昨日なんですけど情報いただいたので、やっぱり今日スマスロ、まあ、昨日もやっぱ盛り上がってて今日も来たのは間違いじゃなさそう。355、あーやったな、これ外したわ。これで当たってたらこの次で当たるから、よ、来た、オッケー、さっきのリプレイ、あー、よし、384、カークベイラッシュです。16ゲーム、声、言葉になんなかったわ、喋ろうと思ったら意味わかんないこと言ってるよね、きっと。うわあ、これね、これが私はあの高設定強度の1個だと思ってます。ラッシュに入ってないのに引き戻してラッシュに入る、入ってないから引き戻しっていうのがわかんないですけど、あー、ここで消えてくれないと、音がない、ありがとう。頼む頼む、はあ、ダメだよ、こんなところで終わらないで、よし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 、おお、危ない、うわっ、あー、オッケー、よーし、超革命、よかった、本日2回目の超革命途中です。あとはどこまで伸ばせるかですね。さっき18連とかだったからそこは超えたい。あとドライブしたい。もう保証はないから、ここからは自力だから。
正直なところ、まあ、1回もドライブが 前回も含めて来てないんで、6番もちょっと厳しいと思うんですよね。ただ4番の可能性まだまだ全然捨てきれないんで、下よりはね多少ドライブしやすいと思うんで引っ張ってこよう。よしよし、来た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 、引っ張ってきたよ。50は超えよう。よしよしよし、100。何引いてる？テアコレットが引いてない。並ぶ。よし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 、何回聞いてもあの腹切りドライブの音はいいよね。え、もうめちゃめちゃテンション上がってるんですけど、どうしましょうね。超楽しい。さあ、楽しかった時間も終わりです。いきます。頼むよ。うー、来い。よし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 。あー、こんな感じか。あー、V。あー、よしよしよし。あー、OK。追い込まれた。よかった。で、2000枚ですね。ここでもう消えてほしい。あー、消えない。うわー、来た。覆面武器。もう決まってるんですけどね、中で一応普通に狙います。なんか7を斜めにこう狙うっていうのやり方もあるんですけど、普通に効果はいきます。しっかりいこう。頼む、揃ってくれ。あー、ダメだった。20。はあ。よしよしよし、 OK。 バケメラッシュで言った。 OK、 OK、 音なかった。18連2534枚超えられず。今日の自分、あ、違うか、15連か、全部超えてるわ。ただやっぱりこれだけ続いて1回しかドライブ来てないんで、まあやっぱり6はちょっと厳しいですね。引き戻しはないかな。残念。はい、ではですね、私これ実戦終了したんですけども、最後店内回りをしていきたいと思います。でここねちょっとバルベルはこう開いちゃったんですけど、ここで悪くないと思うんですよ。一応2以上出てます。で、引き戻しもしたりしてたんで、でも私のない、これ私のないね、これもね悪くなさそう。でその隣も結局5戦テスター私が見る限り3回出てるんで、でかつ1回もまだ決戦引いてないんで、ここも悪くなると、あとは伸びればって感じですね。カラクリとトーチも朝から粘られてるんで、もしかしたらなんか出てるのかな。後発あたり悪くなそうですね。ちょっとマイナスで苦しんでるんですけど、11回発あたり引いてるんで伸び悩んでるという感じがあるんで。あと、このベンツタも真ん中2台は結構動いてるんで、角の2台に比べて、もしかしたら
じゃなんか出たのかもしれない。テンスラですね。テンスラがもうね今ね6000枚オーバーです。すごいもうグイーンって上がってる。あすごいグランベルもすごいことになってる。5000枚出てる。1,2,3,4 5箱持ってる。あでここ気になった AA なんですけど、 AA も右肩上がりに綺麗に出てますけど、あでも2台のプラスだ。左の方がなんかグラフ的には綺麗ですけど、あこれこれこれ今日のまあ伸びちゃってるってもあるんですけど、これ今日のグラフでこれ昨日のなんですよ。あもう2日連続でいいのかな。これもこれが高設定数3回出てます。でこれ私のバレブレイズね。あこれも悪くなさそう打った感じ。これが2以上出てる。ただここの結構ハマりがきつかったんで多分やめちゃったと思うんですけど、あまあ1回結構深くハマっちゃって、あこれも深くハマってはいない。実践終了、お疲れ様です。はい、ということで私ですね朝一からバルブレイブを打ち続けまして、結果先言っちゃいます。投資34,000円なんで1,564枚で、獲得が3,138枚なのでプラス1,574枚で終わりました。お上手朝一ほんとどうなるかと思った。なんかバルブレイブ打てるっていう楽しさと何にも起きない苦しさでちょっとこの胃がキリキリしてたんですけど、まあまあまあ本当に良かったです。いろいろまあまあすごい展開ではないけど、まあそこそこの展開を作れたんで本当に良かったなと思います。で肝心のね台の挙動なんですけども、ツールにね入れてみました。まあ見ての通り1,3,5、まあ、この中のどれかだよっていうのが結構強く出てて、の中でも3が、まあ、ちょっとだけねあの抜き出てるんですけど、まあ、その次に5で1。ただ打ってる感じなんか6はないんですよ。おそらくねドライブがちょっと少なすぎる連チャンの割合にね。だけど4-5ならちょっとまだ可能性を捨てきれないんで、もしもこのあと時間があるなら私はもうちょっと打ち続けると思います。あとしもう一つ理由があって、まあ、まだ分かんないっていうのと、あと島状況的に私の右も左も別に悪くないんですよ。だから可能性としてはバルブレイブが、まあ、全部もしかしたらっていう可能性も捨てきれないんで、まあ、もうちょっと打つかなって。正直打ちたかった。やめるんですかってちょっと来た人に言われて、やめます本当は打ちたいんですけどつってぐらい本当に打ちたかった。はい、ということで私の結果はこんな感じで、まあ、あと店内ですね。店内はですね結構今もうスマスロが半分ぐらい、半分以上かな、埋まって動いてまして、で中でも前も私のいたバルブレイブの島、こちらが、私の左が、2以上が出てましてですね、で右がマリエ学生が2回、かつ高設定したのビーチも2回、であと部屋が1回出てますね。こっちの一番右は結構あのねもしかしたら一番設定がいいかもしれない、私の予想ではね。であとは、北斗の島で常連さん情報なんですけども、金トロフィーが出たという情報を、いただきました。で昨日もなんかその代キリントロフィーが出てるんですって。だもしかしたら昨日の据え置きなのか、まあ打ち替えて同じ設定なのか。で他にも、ベンデッタがですね2台、ドートロフィーが出てまして、で初当たりはいつもより引けてるってお客様言ってたので、だこのあともしかしたら銅からまだね3時とかなんで、銅からあの回転数を重ねて昇格していく可能性はあるのかなといった、店内状況でした。でだからねあのやっぱりスマスロがあの盛り上がってるのは間違いなさそう。その他でも、まあ、戦えてる台とか何個かあったんで、でまあスマスロの他にもですね、6.5 号機の永遠の消防隊、あれも朝一からどちら2台とも埋まってて、で2台ともプラスで、かつ1台はすごい綺麗に右肩上がりに上がってたので、まあ、スマスローが私的にはスマスローが一番おすすめだけど、続いてはまあ 6.5 だったりノーマルだったりアクロス系だったり、まあ、そういう系も結構ね力を入れてる、私的に見て力を入れてるホールさんだと思うので、来た人はですねぜひねその辺を狙ってみてはいかがでしょうか。今回ね、デルグランド神横田店さんで初めてのマドンナ降臨ザムービーでしたが、まあまあ私的には成功。次回ねまたねこのね店舗さんでやることがあれば、
今度はねこのサマイス、まあ、何打つか分かんないけどさらなるサマイスでスマスローズのコンプリートを目指して頑張りたいと思いますので、またぜひ応援よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。